おっさん、巨人捕まえたよ。おお隊長、探検の調子はどうだ。巨人伝説。あ、これ一個ずつあるんだ。レジロック。なに？伝説のレジロックを捕まえただと？捕まえたよ。どうすげえな。報告してくれよ。一匹ずつ報告すんだ、これ。ふんふん、そのゴツゴツしたやつが、岩の巨人レジロック。うん、エッチマンね。通よりかはなんか今の草ジムリーダーそっくりだ。草？あ、野郎のこと？いや、全然似てないだろ。あのジムリーダーみたいに、その肩幅の広さは、岩みたいにごつくてすげえ。肩幅だけじゃねえか。岩の巨人っぽいってことで、探検達成しとくか。てか、おっさん野郎知ってんだな。他に報告したい伝説はあるか？じゃあ、レジアイス。何？伝説のレジアイスを捕まえただと報告してくれよ。ふんふん、そのカチコチしたやつが、氷の巨人レジアイス。そうだよ。通よりかは、ド派手な間接照明みてえだな。いや。お前何かに例えないと気が済まないのか。光らせてシャクちゃんに見せてえぜ。いや、伝説のポケモンを間接照明扱いするな。しかしその腕っぷしの太さ、見てるとなんかブルっちまう。氷の巨人っぽいってことで探検達成しとくか。いや、そんなんでいいんだ。ガチで探しに来てるわけじゃないのかよ、おっさん。レジスチル。何？伝説のレジスチルを。ほんほん、そのツルツルしたやつが、鋼の巨人レジスチル。確かに。めっちゃツルツルしてるけど。通よりかはなんかボーリングのボールみてえだな。いや、俺も同じこと思ったけど。今日俺このおっさんと同じレベルかよ。でも何考えてるかわかんねえ無機質なツラ。失礼なこと言うな。鋼の巨人っぽいってことで探検達成にしとくか。はい。で、最後が、レジエレキちゃんね。何？伝説のレジエレキを。ふんふん、そのバチバチしたやつが電気の巨人レジエレキ。そうだよ。なんかに例えんだろ。ほら。つよりかあれだ。食うとパチパチするカラフルなお菓子みてえだな。懐かしいな。わたパチ？わたパチ的な？しかしメリハリ効いた体を支えるやべえバランス感覚。おう。ビビッとくるぜ。そこを評価するのか。電気の巨人っぽいってことで探検達成しとくか。いや、まあおっさんがそれでいいならいいけどね。今ので巨人伝説は全部報告してくれたよな。おう、全部捕まえた。よっしゃ！メモに調査完了の印をつけてやるぜ。ありがとうございます。じゃあこれであとは、最後の伝説。鳥のやつね。マジであっさりだったな、巨人伝説は。これね、鳥ポケモン伝説。なんか、クソでかい木のところに出てくるみたいなの書いてあったよな。いや、これだな、絶対。大木の、お、なんか始まった。イベントが。3匹の鳥か。おー。いや、でかっ！身もでけえな。ここにいるんだ。あ、なんか飛んでる。え、これ？おーおーおー。うわー、なにこいつ！え、かっけえ！中二心をくすぐるカラーリング。あ、なんか、なんだその白々しい驚き方は。おー、なんか走ってきた。あ、あれ？サンダー？は？え、なんかサンダーっぽくなかった。おー、なんか飛ばしてる。おー、え、サンダーだろ。え、なにこれ。え、サンダーっぽいやつ来た。わあ、あ、フリーザーじゃない。誰だお前。なんだこいつら。え、めっちゃサンダーとフリーザー似てない。じゃあ、あれファイヤー。お、あ、ランコ。ちょ、めっちゃ見られてる。注目を浴びてるけど。え、戦闘なんの。あ、飛んでいった。え、もしかしてさ、ガラルのファイヤー、サンダー、フリーザーなのかな。わあ、走っていった。え、だってめちゃくちゃ似てるよな。多分そうだろ。ガラルの山頂。へえ、面白。伝説ポケモンのさ、そのリージョンフォーム初めてじゃん。ピピピピ。あ、着信が。また隊長だろ、これ。留守番隊長だろ。おっさん。もしもし、俺だ、ピオニーだ。毎回タイミングいいな。チーッと聞きてえことが。って隊長、テレビで大ニュースだ。テレビ？変な鳥ポケモンが各地に現れたってよ。あ、今逃がしたやつね。もうニュースになったんだ。ギザギザしたやつはワイルドエリア。メラメラしたやつは鎧島。あ、そんな各地方に。シャナリシャナリしたやつは、なんだそれ。冠雪原を飛び回ってるらしい。シャナリって擬音好きだな、今作。アマージョちゃんも言ってたし。俺がメモに書いた鳥ポケモンどもだったりしてな。だとするとあれだ。その探検は名付けて。お、またやんのがあれ。出た！目撃、大樹に集う伝説の鳥伝説。いや、伝説うるせえな。
伝説1回でいいわ。あ、びっくりしすぎてなんで隊長に電話したかと忘れちまったぜ。いやなんだよ、どうせしょうもねえことだろ。まあ細けえことは気にすんな。じゃあな。はあ、じゃああの3匹を捕まえろってことね。次は伝説メモ3に。はあ、ワイルドエリア、鎧島、冠雪原、それぞれにいるってことか。なんかあれだな、金銀の雷光炎帝水空みたいな各地飛び回ってる系だな、毎度おなじみの。あ、いた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 、フリーザー、ガラルフリーザー、めっちゃ飛ん、ちょ、ニドキングめっちゃ来た。え、じゃああれどうしたらいいの、めっちゃ飛んでんだけど。え、鳴らす、チンチンチリン、ちょっとおいおい、こっち来いよ、おい。降りてこい、ちょっと。え、どうやって戦うのこいつ。おいおい、ちょっとそこの優雅に飛んでる君。あ、あ、気づいた気づいた、あ、こっち見た。おお、あ、な、分身した。え、何それ何それ、え、おおおおおおお、え、どうしたいの。あ、本物一体だけみたいな。いや、わかんねえ、どれだ。全然見てなかった。え、え、もうこれ、あ、あ、当たった、え、当たったのこれ、うん、うん、いや、わからん、なんだこれ。あ、いなくなった。え、外れ、いや、戦闘なんのかい。あ、フリーザーだ、やっぱり。え、すげえ、ガラルフリーザー。え、何タイプこいつ。てか、何その謎のマスクは。すげえ怪しい見た目になってんじゃん。とりあえず1投目、じゃあクイックボール、いけ。え、面白、初代の伝説のビジョンフォーム今更出すんだ、すげえな。あ、え、いや、捕まったし、マジで。ちょ、一発で捕まえちゃった。やった。すげえ簡単に捕まっちゃった。ありがとうございます。よし、あと2匹か、これで。え、こいつ面白いな、ガラルのフリーザー。めちゃくちゃイメチェンしてんじゃん、ガラル地方で。冷酷ポケモン、凍りついたかのように体の自由を奪うビームを打ち出すフリーザーの名を持つポケモン、エスパー飛行タイプ。へえ、エスパータイプなんだ。え、こいつ面白いな、なんだそのポーズとそのマスクは。え、ニックネームどうしよう。じゃあ、やばい富豪で。いや、やばい富豪感すごくない、見た目。いや、人身売買オークションとか出てるタイプの富豪だろ。いや、このマスクは絶対そうだって言ってるって、そういうとこ。はぁ、あ、特攻が高いんだね。まあ、エスパータイプだしな。凍てつく視線、両目からサイコパワーを打ち出して攻撃する。目からビーム出んのこいつ。氷状態にすることがある。ちょ、面白い。ちょ、見た目やばい符号で目からビーム出すの、かっけー。え、こいつ好きだな。絶妙にデザインダサいのが好き。やった、とりあえず1匹、あと鎧島とワイルドエリアね。ピピピピ、お、隊長か。あ、やっぱりな、俺だ、ピオニーだ。捕まえたよ、1匹目。伝説のポケモンフリーザーと出会った、そいつはすげえ。他のポケモンもね。え、じゃあワイルドエリア行くか、次は。あ、いた、いきなりいた。ちょ、あれだろ絶対。え、めっちゃ歩いてんだけど。ああ、あ、あ、めっちゃ速い。ちょ、ヤドンバリのスピード出てるじゃん、鎧島の。ちょ、待て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 、これ追いかける感じ、また。ああ、ちょっとこれまたあのヤドンの修行パターンかよ。おい、待てよ、ちょっと。ひたすら追いかけるしかないのか。これ追いつくか。あ、でもなんか追いつけそう。あ、いけそういけそういけそう。ああ、来てるグマ。あ、止まった。お、なんだお前。急に止まんのお前、びっくりするな。え、これ、ああ、いけるんだ。いや、なんで急に諦めたよお前。サンダーだ。え、こいつ何タイプ。地面、地面とかなんか入ってそう感あるな。とりあえずクイックボール。いや、さっきフリーザー一発でいけたし、サンダーもいけないかな、一発で。どうかな。ああ、無理か。やっぱ捕まえづらいのか。気合を貯めている。いや、これ、急所率上がる。これ、永久みたいだね、効果ね。電磁波効くのかな、とりあえずやってみよう。はい、電磁波。あ、通るわ。あ、じゃあ地面入ってないのか。なんか地面っぽい見た目だと思ったけどな。何タイプなんだろう。騎士回生。あ、そんなんやってくんの。え、格闘タイプ。いや、でも普通に覚えてる可能性はあるよな、騎士回生を。タイプとか関係なく。じゃあ、普通に HP 減らすか。麻痺もさせたし、ちょっと弱らせてからのボール投げで。エレキネット、おら、どうだ。あ、抜群だ。あ、飛行タイプ入ってんだ。なるほどね。飛行と何タイプだろう。
魔剣気、あ、特性持ってる。攻撃ぐんと上がってる。雷鳴蹴り、なんだそれ。え、電気タイプ。いやでも麻痺通ったしな。おお、ちょ、いった、マジか。急所当たってる。ランコスモス、攻撃めっちゃ上がったもんな今。うっ、アンペンマル、うわら、ちょ、あ、抜群、あ、格闘技今の。え、やっぱじゃあ格闘タイプか、格闘飛行か。おお、やばい、符号。待って待って、やばい、攻撃力上がりすぎてるこいつ。おお、ぐんちゃん、いや、ちょっと待って、どうしよう。いって、ちょ、ワンパンなんだけど、やばいな、急所、急所率上がってんのやばいな。はあ、これはコラショック、ッハハハ、全滅した。ちょっと待ってくれよ、蹴散らされてしまった。いや強、こいつ攻撃力上げさせちゃダメだな。はい、ボール、いや、どう、あ、2回、はい、3回、いや、いけるんかい。ちょ、2回目めちゃくちゃあっさり捕まったな。いや、ランコスモスは犠牲になってしまったけど、いや、まあでもランコスモスがね、麻痺させてくれたおかげっていうのはあるから。やった、捕まえた、ガラルサンダー。ポケモン図鑑に登録されます。剣脚ポケモン、一蹴りでダンプカーを粉々にする脚力を持つ。どういうこと。粉々にはならないだろ、へこんだりはすると思うけど。時速300キロで山を駆けるという、めっちゃ速いじゃん。よくチャリンコで追いついたな、ランコ。いや、ああ見えてランコも時速300キロ出てたのかもしれないけど。ニックネームね、あ、じゃあ手羽先キックで。よくない、手羽先キック。強さ見とこう。手羽先キック、なんか言いたくなるな、手羽先キック。魔剣気、雷鳴蹴り、あ、これね、雷のような動きで相手を翻弄しながらキックする。相手の防御を下げる。え、強え、これ、防御下げれんだ。まあでも一応ボックス送りで。よし、で2匹目ね。で最後が鎧島にいるんだよな、ファイヤーっぽいやつが。またおっさんから着信が。あー、いた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 、すげえ飛んでる、すげえ飛んでる。すげえ低いところを飛んでる。ちょ、待てよ、おい、え、こいつはどうしたらいいんだ。え、フリーザーの時はなんか自分から降りてきてくれたけどさ。おい、待てって。いや、ちょ、スピード速いな、そんで。速くね？飛ぶスピードが速い。え、全然追いつけないんだけど。え、どん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 引き離されていく。おい、ちょっと。え、無理じゃね、これ追いつくの。速くね？ちょ、あ、どうどう、危な。よく止まったな、ランコ今。え、先回りパターンかな。おー、来た来た来た。え、どうこれ。おい、ちょっと。止まれ、おい、あ、止まった、よし。え、来るこれ、来てる、ちょっとこっちこっち、おい、あ、でもこれ来そうだな。あ、よし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 、戦闘入った、野生のファイヤー。いや、こいつは全然ファイヤー感ないけどな。いや、あのサンダーフリーザーに比べると全然違うポケモンじゃない。くちばしの形からまず違う気がするんだけど。はい、とりあえずクイックボール、どうかな、一発で、一発でお願い、時間の節約、時間の節約、おい、1分1秒が大事。燃え上がり、怒り、なんかしてる、怒られてる。ちょ、結構痛えな、そんで。うわー、つえー、くっそ、やられた。いや、これどう、これどう、うーちゃーちー、うらー、もう無理か、特攻上がりまくってるもんな。いや、これは無理だ、やばい、符号、家宅捜査に入られた。うわー、ちょっと、どんどん死んでいく。いや、まじそれやめろって、くそー、 PP 切れないのかよこの攻撃。やべ、ラスト1体だ、コラショ頑張れ。いや、てかボール頑張れ、ボール、ハイパーボール頑張れ。ちょっとそろそろ捕まってくれよ。うわ、暴風マジで、いや、当たんの、しかも、うっ、ださすが、悲しませまいと。いや、だがどうだこれ、次のターンで終わる命。いや、待て待て、今こそ流れが来てる、いくぞ、ハイパーボール、おら、捕まない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 、コラショのこの頑張りを無駄にするなって。あ、ナイス、マヒ、よーし、もう一回遊べると、もう一発投げれると。いや、マジ捕まって、これで捕まって、ちょっと空気読んで空気読んで空気読めよ、
このままドラマチックに捕まらせてくれくれよー。なんだよそのがん、えっ、よーし、ナイスかわし。いやマジ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 お願いマジお願い、ちょっともう一回追いつくのマジめんどくさいから、もう一回追いつくのマジめんどくさいから、よしよしよし、はい来たこれー、来たこれ、自然森林公園やったー。いやコラシよく頑張った、よく耐えた、よしよしよし、これで3匹目捕まえたぞ、全員コンプリートした。山頂、いやこいつかっこいいな普通に、邪悪ポケモン悪飛行、邪悪なオーラを炎のように燃え上がらせるその姿からファイヤーと名付けられた。あ、これオーラなんだ、炎が燃えてるわけじゃなくて。え、てかファイヤーと名付けられたってさ、そのじゃあ元々のファイヤー知らないってこと、これを名付けた人はたまたま一緒だったみたいな名前が。え、その割にはすげえ見た目似てるよな。名前どうしよう、中2で行こう、中2でこれ黒い炎とかな、蛇王炎殺黒竜派みたいなのが、ね、等しく中2だから。逆上、 HP 半分になると特効が上がる。おお、燃え上がる怒り、怒りを炎のようなオーラに変えて攻撃する、相手をひるませる、悪飛行か。あ、てかさ、3スクミになってんだねこのガラルの3匹の鳥。悪タイプはエスパーに強くて、エスパーは格闘に強くて、格闘は悪に強いな。いやだから何って感じだけど、よし、おっさんのとこ戻るか。おっさん全部捕まえたよ。え、てか伝説コンプリートしたんじゃないこれで。フリーザー、まずはフリーザー、何、伝説のフリーザを捕まえただと、毎回新鮮に驚いてくれるね。どすげえな、報告してくれよ。おう、ふんふん、そいつが氷を操る伝説のポケモンフリーザー。いや氷は操らないっぽいけどねこいつは。確かに似てるっちゃ似てるけどよ、おかしなマスクつけてるし、うん、全然冷やっこくねえぞ。いやまあエスパータイプだしな。でもなんでこいつにフリーザーって名前ついてんだろう。まあ氷みてえにど冷てえ目つきだし、大体フリーザーってことで探検達成しとくか。いいの大体で。いやまあね、別に仕事でやってるわけじゃないからな。サンダー、伝説のサンダーを捕まえただと。捕まえたよ。こいつもなんでサンダーって呼ばれてんだろうな、全然雷要素ないけどな。ふんふん、そいつが雷を呼ぶ伝説のポケモンサンダー、雷鳴蹴りっていうそれっぽい技を覚えてたけど、確かに似てるっちゃ似てるけどよ、なんか足もぶっといし全然ビリビリ来ねえな。な、まさかドードーみたいな感じとはな。まあギザギザしてんのは違いねえし、くちばしの長さも合格だ。なんだ合格って、大体サンダーってことで探検達成しとくか。あ、お願いします。他に報告したい伝説あるか。いや最後の一匹ファイヤー、何、伝説のファイヤーを捕まえただと。こいつはまあね、炎っぽく見えるっていうね、羽のオーラが。そいつが炎の化身、伝説のポケモンファイヤー。確かに似てるっちゃ似てるけどよ、触っても熱くねえし、触んな勝手に、柄が悪いヤンキーみてえだな。そうか、いやまあ確かに邪悪ポケモンって言われてるらしいけど、まあ薄目で見たら燃えてるように見えなくもねえし、薄目で見んな。大体ファイヤーってことで探検達成しとくか。よし、鳥ポケモン伝説全部報告した、達成した、調査完了。え、これでどうなん、全部クリアってことになるのかな。冠の雪原、今回の報告はそんなとこみてえだな。残りの伝説も、いやいやもう残りの伝説いないんですけど、全部捕まえちゃったよ。あって、ありゃ、おい隊長、めっちゃびっくりしてる。今のでピオニープレゼンツ伝説探検ツアー全部達成したんじゃねえか。全部達成したよ。うおー、めでてえな、こりゃあれだ、どうすげえよ、語彙力が足りてね。しかし隊長のその熱心さよ、おう、俺が情報を集めた眉唾な伝説ツアーなのに自分で言うな、妙に熱入ってたよな。いやだって情報自体は本物だったからな。もしかすっとマジに伝説のポケモンたちと出会ってたりすんのか。いやだから出会ってんだって、ずっと。はい、それは、いやはいだわ、はい、出会ってんだよ。いや皆まで言うない。え、隊長の面見りゃわかる。おお、何、きっとものすげえドナイスな探検をしてきたんだろう。ほうほう、そしてその探検はお前さんだけの宝物。いや何、なんかいいこと言い出したぞ。ちゃちゃ入れて冷水ぶっかけるような真似はしねえぜ。いやでも本物は本物だったんだって。ランコ隊長、俺の伝説ツアー楽しんでくれてありがとうな。いやまあこちらこそ、感謝の印にこいつを受け取ってくれ。お、何、あ、レアリーグカード、ありがとう。それもらってなかったな、レアの方。しかしなんか忘れてるような。あ、あれはシャクヤちゃん。あ、あ、シャクヤちゃん
もう親父の声外まで丸聞こえだし、ちょ来てくれたんだ。チャクちゃん、ちょよかったなおっさん。へえ、結構いいとこ泊まってんじゃん。いやでも伝説も全部見つけちゃったけど。あーランコ、マックスダイスアナの外ではお日さー。あ、お日さー、シャクヤちゃん。お日さー、遅ーい。え、どっち？いやもう普通にお日さーって返すか。お日さー。へえ、ノリいいじゃん。いやこういう時はちゃんと乗るからランコ。本当に親父の相手しててくれたの？ありがとね。いやまあほとんど一緒にいなかったけどな。私ダイマックスアドベンチャー結構楽しんだし、親父のなんとかツアーってのちょっとだけやってみようかなって。あ、それで来てくれたんだわざわざ。あ、いやもうないんだよ。でもシャクヤちゃん、伝説が、え、ヤババ何この空気。ヤババって、うおー、今から新しい伝説考えるから。いやなんだそれ。ちょっとだけ待っててくれ。新しい伝説ってなんだよ、捏造じゃねえか。パパと一緒に探検しような、な。まあおっさんそのために張り切ってたんだもんな。え、いや伝説考えるって何。それな。てか圧がすごい、圧が。いやずっと圧すげえよこのおっさん。なんかとりあえずあれだ、シャクちゃんのために。おう、お、ピッカピカに輝く探検着、なにそれ。え、めちゃくちゃ光ってる。作ったから着替えて待ってなさい。これ作ってたの留守番の間。いや超光ってるし、ピカピカに輝く探検着。あ、もらうんだちゃんと。え、やだ、親父のは普通なのになんで私のはゴールデンなのよ。よくそんなん作れたな。だはは、分かりきってんだろ、パパの自慢の娘なんだぞ。いや、いい親父ではあるんだけどな。目立たせて周りに自慢したいだろ。いや、距離感を圧倒的に間違えてるわ、なんか。そういうとこ、ほら。まあでも、シャクヤちゃんは面と向かって言ってくれるだけいいよな。もう気が変わったし、これあなたもらって。おい、なんでだよ。え、ランコ？え、そのゴールデン探検機くれんの？やったー、もらった。ゴールドセット、ありがとう。私アドベンチャー戻るから、待ってて、ダイマックスポケモン。あは、逃げられちゃった、おっさん。あー、シャクちゃん、裏返しなのか、愛情の裏返しなのか。いや、だいぶ分かりやすく伝えてくれてたと思うけどな、シャクちゃんの気持ちを。だー、隊長、ドタバタしてすまねえが、ど、楽しかったぜ。え、どうすんの、おっさん。それと、アジトはこれからも気軽に使ってくれていいぞ。え、おっさんもう行っちゃうの？てか、気軽にって、そもそもお前の家じゃねえぞ。さて、これからはマナ娘と家族交流の時間だな。あ、シャクヤちゃんとこ行くんだ。おーい、待ってくれ、シャクちゃん。あ、行ったわ。え、終わりこれで。あ、なんかパンナップしてる、でも。あ、終わりそう、なんか終わりそうな雰囲気出てる。フェードアウト。え、いや終わったよマジで。え、めちゃくちゃあっさり終わったな最後。あ、これで終わりなんだ、なるほどね。いや最後の方めちゃくちゃ伝説捕獲ラッシュだったな。あ、なんか落ちてる、これ何。伝説のメモを手に入れた。お、なんだそれ。伝説のメモ。ピオニーが落とした不思議なメモ。マックスダイス穴に光の穴が開かれた写真が貼り付けてある。光の穴ってなんだ？不思議なメモ。わ、この誠意と他かを継ぐ謎巨な穴。もかせによは、ん、向こうは私たしているポンと違う在。ウラビガス、う、あ、ウルトラビースト、ウルトラビーストのことじゃないこれ。ウルトラビーストがマックスダイスアナに出るみたいなこと。あ、隊長に届けよ、だって。あ、まだあるんだストーリー。なんだ、ちょっとそのゴールド探検着見たいな。あ、これか、ゴールドセット。え、ちょっと着てみて、ランコ。うわっ。わ、すげえ、マジで金ピカじゃん。え、これどうやって作ったんだ。いや、だってこれもお手製でしょどうせ。え、すげえ。個人の力で作れるもん、こんな。いや、服だけならともかく、ヘルメットとカバンと靴まで作ってるし。やべえな、あの人。ちょ、レアリーカード見よう。おー、あ、これシャクちゃんと奥さん。あ、若い頃じゃん。家族写真じゃん。あ、てか、おっさんこれ、ジムリーダーやってた頃の写真じゃない？だってユニフォーム着てるもんな。あまり公式に明言はされていないが、ローズの弟。あ、やっぱそうなんだ。ローズさんの弟。生まれた時から優秀な兄と比べられて育ったため、次第にグレて素行不良に。あ、そうなんだ。全然そんな感じ見えなかったけどな。家を飛び出した後は強さを買われジムリーダーに。チャンピオンになったこともあるが、あ、そうなんだ。チャンピオン、経験者。
直後ローズが委員長に就任したのをきっかけにリーグから姿を消してしまった。なるほどね。手持ちの大王道は幼い頃兄と一緒に初めて捕まえたゾード。はあ。あ、そういえばさ、ローズさんも大王道使ってたし、おっさんも使ってたな。あ、思い出のポケモンなんだ、兄弟の。へえ、でもそれを未だに使ってるってことはさ、まだその兄弟の絆みたいなのはあるんだろうな。なんかもう会ったりとかはしてなさそうだけどね、二人。ローズさん捕まったのとかも知ってんのかな。いや、多分知ってそうだよな。はあ。おっさんも結構複雑な事情があったな、やっぱり。なるほどね。家を追われた人だったんだ。さて、じゃあ、DLC 第2弾もこれで一通り、クリアしたってことですかね。ってことは、もうポケモンのメインコンテンツはほぼ、やったと、これで。なるほど。じゃあ、そういうわけで、あとはちょっとしたやり込みをやって、終わりにしようかなと思っているんですけど、その前にね、ちょっと、個人的にやりたいことがあるので、はい。そちらをご覧ください。はい、北ダンデさんの部屋。いや、まあ、おそらく、この動画のタイトルとサムネでもう、察されてはいると思うんですけど、先月ね、ダンデさんのコラボカレーっていうのが出まして、それをね、なんと知り合いに譲ってもらえたので、今日はこれをね、試食してみようと思います。バギオと一緒にね、バギオランコ3人で食べような。これ1食分しかないから、3人で分け合って食べよう。じゃん！見てこれ！すごくね？いや、あのね、もうカレーももちろんだけど、何より目玉は、これでしょ、これ。入ってんだよ！入ってんだよ、マジモンがよ！やべ、やっぱね、最初にもらった方が欲しいかな。このバトルタワー仕様のダンデさんもいいけど、最初にもらったダンデさんの方入ってたら、こっちが欲しいな、どっちかっていうと。このうまさ、まさに、リザードン級っていうことで。ね、ここにちゃんとリザードン級のマーク入ってるからね。いや、もうダンデさんノリノリでジャケットの撮影とかもしちゃってね。じゃあというわけで早速開けてみましょう。はぁ、やったぜ。わぁ、裏は、あー、すごい、裏もちゃんとなってる。え、すごい、これ、え、これは嬉しいなぁ。わぁ、どこ見てんの。どこ見てんのこれ。いや、あれじゃん、バス乗ってる時に、バス代足りない時に気づいた時のダンデさんじゃん。どうしようっていう顔だろ、これ。どうやって下ろしてもらおう。どうやってごねようっていうね。いや、もうカードもいいけどね、もちろんこっちも食べてみよう。うん、チャンピオンカレー、レトルト、中辛。いただきます。はい。というわけで、できました。こんな感じですね。なんか、細かい黒いのが入ってんだけど、これな、これリザードンのお肉ですかね。ちょっとよくわかんないですけど。じゃあ早速、耐えてみましょう。いただきまーす。さあ。いただきます。ん？あ！ダンデさんの味がする。これがチャンピオンってことなんですね。なるほど。ダンデさんが、なんかこう、チャンピオン、美味しいです。美味しいです、ダンデさん。スパイスが効いてて、やっぱダンデさん、そこにいるなっていう、なんか、なんだろう。ダンデさんってやっぱ、優しくも厳しい男じゃないですか。で、このカレーのスパイスの配分がね、まさに甘くもあり、その中にちょっとした辛さもありっていう、なんか、まさにダンデさんっていうその人をね、表してるんだろうなっていう感じがしますね。というわけで、全部食べました。いや、普通に美味しかったです。なんかもう普通に美味しかった。ありがとうございます。いや、なんかもう普通に美味しかった以外言うことないんだよな。普通に美味しかったからだって。普通に美味しかったです。